こんにちは、パーク悪魔だよ。今日は浅草にある人気ラーメン店弁慶浅草店にやってきたよ。早速入ってみよう。ここでは背脂たっぷりの濃厚豚骨ラーメンを食べることができるんだ。僕はチャーシュー麺を醤油油多めで注文したよ。こちらがチャーシュー麺、醤油油多めだよ。チャーシューの下に高く盛られたシャキシャキのもやしとたっぷり振りかけられた背脂が特徴的な一杯だよ。スープはとっても濃厚で、背脂と相まってくどくなるかなって思うけど、なんとこの背脂がとってもあっさりしてるからスルスル食べれるんだ。チャーシューはとってもトロトロで豚の旨味を味わうことができるよ。麺はもちもち中太麺で、濃厚スープと背脂が絡んでとっても美味しいんだ。ぜひ食べてみてほしいな。今回は弁慶浅草店を紹介したよ。今後もゆるっと喋っていく予定だから、チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいな。じゃあまたね。